日本は大荒れの天気となっています。この後も暴風雪に警戒が必要です。まずはいただいているリポートを見ていきましょう。秋田県大仙市よりいただきました。猛吹雪ですといただいております。秋田大仙市から雪風ともに強い様子が届いております。見通しの悪化にも警戒が必要です。では現在警報が発表されているところをマップで見ていきましょう。北日本の広範囲で暴風雪警報や暴風警報が発表されております。青森県、秋田県は全域で暴風雪警報が発表されております。その他も日本海側や内陸中心に暴風雪警報が発表されておりますので厳重な警戒が必要です。暴風雪警報とはどういったものなのか見ていきましょう。雪を伴う暴風により重大な災害が発生する恐れがあると予想した時に発表するものとなっております。暴風による重大な災害の恐れに加え、暴風で雪が舞って視界が遮られることによる重大な災害の恐れについても警戒を呼びかけています。雪、風ともに強まっている時はホワイトアウトにも十分な注意が必要です。ホワイトアウトとは、雪が風や車の排気ガスによって巻き上げられ視界が真っ白になる現象のことです。見通しが悪い状況下では追突事故を引き起こす恐れがあるので、危険を感じたらハザードランプを点灯させゆっくりと路肩に避けるようにしてください。特に車での事故が多くなっていますが、歩行等も非常に危険となりますので、雪風が強い時は外出は控えて安全な場所で過ごすようにしてください。北日本エリアはこの後も暴風雪に要警戒です。最新情報をご確認の上、安全なところで過ごすようにしてください。